何があった？一心様は病にて見まかられました。そうか。それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は？これを。 巫女様は城外への抜け穴か。はい、狼殿。月見楼がある水の手クルアの堀、その終端にある抜け穴に向かってください。クロウ様はその抜け穴から城外へ達し、すすきの原であなたを待っているはず。分かった。一心様の命にて、豊かの衆が 目印の狼煙を屋根上に置いています。豊かの狼煙をたどり、九郎様を追ってください。